よし、そういえば女心とは何だ。道場殿に叱られたのだが。そうだな、戦いの潮目より読み解きにくいものだな。腹が減った。おにぎり作るの久しぶりだな。うまく握れるといいけど。いい感じ。あの子に持っていってあげよう。待て、セナ。今回は僕たちも同席させてもらう。え、でも。心配すんな。後ろで見てるだけだ。話すのはセナに任せるからよ。うん、そういうことなら。お邪魔します。ちょっといいかな。問題ありません。尋問の続きでしょうか。ううん、そうじゃなくて、この前は悪いことしちゃったから、そのお詫びも兼ねて今日は差し入れを持ってきたの。はあ、お腹空いてるかなと思って。おにぎりって言うんだけど。はい。私って不器用だから、こういうのしか作れなくて。はい。でも味は保証するよ。ミオちゃんのお墨付きだしね。あ、ミオちゃんっていうのは。はい。あ、ごめん。よかったら食べて。食べます。どうかな。質問の意図が分かりかねます。おいしい？ちゃんと作れてるかな。一つ目の問いについてはおいしいと7号は判断します。本当？よかった。二つ目の問いは圧縮時の高圧力でやや硬質、加えて塩分過多。でもそこがいいんだよ。食べ応えあるでしょ。同意します。え、このような糧食を7号は初めて食べました。コロニーゼロのみんなにも食べさせてあげたいと考えます。そうなの？特に9号は支給品の合成糧食に飽いているようだったので、カロリー摂取量の多い3号もこれなら満足すると思われますし、懸念として塩分量を6号に指摘された場合、若干の調整を余儀なくされますが。お、何か。何でもないよ。よければもっと聞かせてほしいな。了解です。説明を続けます。おにぎり、美味しかった？その質問はすでに回答済みと記憶しています。
私のおにぎり好きになった？肯定します。そう、よかった。また今度作ってあげるね。はい。普通に飯食って普通に世間話してるだけだな。今んとこ不審な点はねえな、妙な喋り方する以外は。もう少しセナに任せてみましょう。ねえあなた、名前がないって言ってたよね。そのように発言したと記憶しています。だったらナギリなんてどう？おお。あれ、それは何かの不調でしょうか？いや、そうじゃなくて、ナギリって名前はどうかなって話ね。論理が飛躍しています。合理性に基づいた説明を。そんな難しいことじゃなくて、ずっとあなたじゃ不便かなって。7号は、そう、その7号のナにおにぎりを足してナギリ。後者の名称を採用した理由が不明です。それはさっきあなたがおにぎり好きって言ってくれたから。いやいや、セナさんよ、さすがにそれはないんじゃねえか。セナ、お前まさか頭ん中まで筋肉になっちまったのか？すまないセナ、僕には君を理解することができなかった。みんなひどい。いいと思うんだけどな、ナギリ。俺もそう思うよ。親しみがあるっていうか。うん。でも珍しいね、セナがそんなこと言い出すなんて。そうかな。うん、そうかも。でもミオちゃん、私にはこの子もう。ごめんね、勝手に変なこと言って。嫌だったよね。規定上故障に関する特定の制限は設けられていません。ん？7号をどのように故障してもそれを拒否する権限を7号は持ち合わせていません。それってつまり、あなたをナギリって呼んでも構わないってこと？肯定します。肯定すんのかよ。よかったねセナ。まだわからないことも多いけど、それでもこの子を七号って呼ぶのはやっぱり何か違う気がする。どうしたの？コロニーゼロより秘匿通信です。メビウスの執政官 F がウロボロスとの対話を求めています。メビウスだって？7号の瞳を中継してそちらに回線をつなぎます。お初にお目にかかります、ウロボロスの皆様。私は F と申します。まずはこのような形でお会いする非礼をお詫びします。しらじらしいぜ、あたしらを殺そうとしたくせに。対話を求めると言ったな、今さらそんな余地があると思うか。皆様の不信はごもっともです。ですがそれを承知の上で、私は皆様に交渉を申し入れたいのです。交渉ですって？もしこちらの要求を承諾していただければ、我々はウロボロス抹殺の任務を放棄します。コロニーゼロは今後一切ウロボロスの行動に関知いたしません。そりゃいい、てめえらを信用できればって話だが。それでそっちの要求は？7号の身柄の引き渡しです。え、それだけか？それで俺たちと二度と戦わないっていうのか？はい、
それが私の、ひいてはコロニーゼロの総意です。マジで言ってんのか？メビウスなら兵士の一人や二人簡単に切り捨てそうなもんだろ。確かに戦王な執政官も中にはいます。嘆かわしいことではありますが、しかし私はコロニーゼロがもたらす命の輝きをこの上なく大切に思っています。当然それは7号も同様です。だからこそ敵である皆様に無理を承知で交渉を持ちかけたのですよ。それって本当なの？おい、セナ。今の話が嘘じゃないって本当に信じていいの？無論と言いたいところですが、言葉だけでは信用に値しないのも事実です。7号にコロニーゼロの現在地座標を送信しました。我々はそこにいます。もし交渉に応じていただけるのであれば、7号と共にお越しください。居場所を明かせば信用できると？だとしても罠の可能性は捨てきれない。その時は7号の生殺与奪の権を持つ皆様に判断を委ねます。嫌な言い方しやがる。当然そのような事態は本意ではありません。望む楽は7号の帰還ただ一つですよ。7号。はい。コロニーゼロへの案内はあなたにお任せします。祈祷までは彼らの指揮下に入りなさい。了解。7号。はい。みんなあなたのことを心配していましたよ。うん。それでは皆様、願わくば再び相まみえることを。執政官権限による特例措置として7号はウロボロスの指揮下に入ります。交渉の王妃が決定次第出撃命令をお願いします。これは思わぬ成り行きになったな。ナギリ。おい、本気かよセナ。あの執政官の話を信じるってのか？もちろん全部じゃないよ。罠かもしれないっていうのもわかる。でも、もしだよ、さっきの話が本当なら、もうナギリたちと戦わなくて済むし、何よりナギリにも帰りを待っている人がいる。だったら私は。いずれにしてもこのままってわけにはいかないな。憶測を重ねて何もせずにいるくらいなら、いっそ状況を動かしてみるか。あるいは本当に話し合いで解決できる可能性もある。なあ、そのコロニーゼロっていうのは今はどこにあるんだ？アエティア地方、カプトコルヌ三霊。あれ、その場所って？私たちが連中と戦ったとこだよな。コロニーゼロの駐留地点はそのさらに奥に位置します。なるほどな。だからあそこで待ち伏せしてたのか。ただしルート上にはノキルア腐敗だまりがあります。侵入すれば生命活動に深刻な影響を与えることが予測されます。それじゃああなたたちはどうやってそこに？敵機兵の対環境防護機能であれば毒素を一時的に無効化できます。敵機兵ってナギリが乗ってたあれのこと？肯定します。そのため目的の遂行には当該エリアに放置された敵機兵の回収および修理を要します。なら修理はリクに頼もう。それで構わないか？問題ありません。しょうがないもん、ここは一肌脱いであげるもん。それじゃあナギリ、しばらくの間よろしくね。了解。
貴重なものが手に入ると。ん？あれは艦南シンク四面楚歌。どうだ、リク。直せそうか。見た感じ、外装を修理すれば問題ないはずも。とっとと片すも。もう、一丁上がりも。どうかな、動かせそう。動力ライン、異常なし。各種センサー良好。デッキ兵7号機正常稼働中。大丈夫そうだね。それじゃあ案内は任せていい？了解。ルートを確保します。褒めてくれよな。それ。この辺りに貴重なものが手に入ると。対環境防護フィールド展開。有害成分を除去します。これで平気になったのかな。これで大丈夫そうだね。捕捉されてます。
ようこそ皆様、来ていただけると信じていました。そっちの望み通り彼女を連れてきた。それでどうするんだ。7号は無事のようですね。皆様の寛大な措置に感謝いたします。お約束通り、我々コロニーゼロはウロボロス抹殺の任務を放棄します。今後一切皆様には危害を加えないと誓いましょう。ふん、口では何とでも言えるよな。コロニーゼロの兵士は命令に忠実です。一度下した命令には必ず従います。それに私個人としても皆様には敬服の念に耐えません。私たちの大切な7号を保護していただき、こうして引き渡してくださったこと、重ねて御礼申し上げます。ああ、そうか。なんか調子狂うな、やりづれ。ああ、そうです7号、せっかく遠路はるばるお越しいただいたのです。彼らにコロニーゼロのみんなを紹介して差し上げては。了解。いや、別に俺たちは。どうぞ遠慮なさらずに。我々の間に信頼を築くにはまずお互いを知らなければ。ラギリはそれでいいの？失政官命令は絶対です。7号に意思決定の余地はありません。7号もみんなに顔を見せてあげなさい。きっと喜びます。それに4号もあなたのことを心配していましたよ。はい。4号は7号の補佐役です。7号の不在時には代理として指揮を取る手はずになっているのですよ。要は副官みたいなもんか。ナギリってもしかして軍務長なの？一部語弊がありますが、その認識でおおむね問題ありません。教えてくれてもよかったのに。そのような質問を受けた記録はありません。気づいたか、太陽。ああ、どうにも消せない失政官の態度もだが、それよりも鉄巨神だ。コロニーにあるべきものが存在しない。いや、そもそも俺たちの知るコロニーとは別物なのか。メビウス直轄の特殊部隊か。ここに来たのは早まったか。そうじゃないことを願うさ、セナと。セナが信じるあの子のためにも。新たなエリアに到達しました。新しいコロニーを登録したよ。交友関係が広がったね。4号、異常はありませんか？こっちは大丈夫。10号と8号が任務中だけど、直に帰投する。発言を訂正します。4号のコンディションに異常はありませんか？ああ、平気さ。4号はまだ戦える。ですが。7号は何も悪くないよ。悪いのは戦闘能力の低い4号だ。敵機兵のリミッターを使わなきゃ4号はまともに戦えな。
ヒョンゴ。なんだ、どうした。おい、これってまさか命の火が。寒い。七暗号、どこに。何も見えんの。4号は敵騎兵にその命を捧げたのです。おい、そいつはどういう意味だ。敵騎兵は命の火によって稼働します。動力たる命の火時計が搭乗者のそれと同期しているのですよ。待て、命の火時計だと。だとしたら敵騎兵は。ええ、規模こそ違いますが、あれもまた鉄巨神と言えるでしょう。加えて敵騎兵の火時計にはリミッターの解除機能が備わっています。リミッターの解除。命の火を大量に消費することで機体性能を限界まで引き上げる機能です。ひとたび解放すればそれこそ一機の兵士が軍務長に被験する力を発揮する。この命のもたらす力こそが敵騎兵の、我々コロニーゼロの神髄なのですよ。そもそもコロニーゼロとは何だ。お前たちは一体何者なんだ。我々はいわばこの戦争の裏方です。戦況の操作、先導工作、情報の統制、第三勢力の排除、我々が人知れず努力を払えばこそこの戦争は終わりなき均衡を保つ。そうして命の因果は巡る、すなわち世界の断りの存続、それこそが我々に課せられた使命なのです。そんな大題目のために彼らをあんなものに乗せているのか。結局お前も兵士の命なんて何とも思ってねえってことかよ。とんでもありません。私は彼らの命をこの上なく大切で何より尊いものと考えています。無垢な命の輝きが世界に準じて一つとなり、メビウスが目指す永遠の礎となる。止めて。その崇高な行いに魂を捧げる彼らを見守ることこそ私の至上の喜び。なんと実に素晴らしいことです。皆様もそう思われ。もうやめて。さあ、これは失礼しました。何か不況を買うようなことを。そんなこともうどうでもいい。あんたに、あんたなんかに、ナギリを大切なんて言う資格はない。今すぐあんたを倒してナギリを、みんなを火時計から解放する。一体どうしたというのです。そもそも私に戦う意思は。本気で言ってんのかてめえ。どうあっても戦うと。交渉は決裂ですか。誠に残念ですがやむを得ません。敵騎兵各機に通達、リミッターの解除を命じます。7号命令です。全戦力をもってウロボロスの殲滅を。ナギリ聞いて、あいつは。了解。ウロボロスの殲滅を実行します。ナギリ。
気持ちは察するが、今は戦うしかない。セナ、各機は後方にて待機。なんだ。執政官に上申します。どうしました、7号。リミッター解除による戦闘行為は大量の命の火を消費します。各機の命の火時計残量から判断した結果、解除は7号機に限定することを提言します。なるほど。あいつもしかして仲間を戦わせないようにしてんのか。7号、あなたの気高き命の輝きに私は敬意を表します。わかりました。では執政官権限により命じます。敵機兵全機リミッター解除。ナギリ、あの野郎どこまで腐ってやがる。ああ7号、やはりあなたは素晴らしい。あなたの魂の叫びが永遠なる世界の結実に導くのです。セナ、まずはあの子たちを。待ってて、ナギリ、私たちが必ず助けるから。攻めさせてくれ。
オーヨ。ナギ、お願い、正気に戻って。ねえ、ナギ従う必要なんてないんだよ。だってナギは重要なんだから。ナギ、じ、ゆう、これは、興味深い現象ですね。7号、命令を変更します。そのウロボロスを殺しなさい。最優先です。よっか、ダメだよマギ。命令です、7号。7号、一体何を。ロホ、これは、な、7号。執政官の戦死によりコロニーゼロの指揮系統は事実上消失しました。今の7号には遂行すべき任務も従うべき命令もありません。もう私たちと戦う必要もない、そういうことだね。ですが7号がウロボロスに敵対行動を取ったことは事実です。7号は相応の処罰を受けて叱るべきでは。ナギリは何も悪くない。私はむしろ感謝してるくらいだよ。感謝、それはなぜでしょうか。だってナギリはあの時私たちじゃなくて執政官を攻撃したから、ナギリが踏みとどまってくれたから私たちは執政官を倒すことができたんだよ。それよりも今はこれからのことを考えなくちゃね。不可解です。え、なぜそのように7号と話すのですか。どのような命令を受けてそうするのですか。なぜ7号は命令に背いたのですか。どうしてあなたを攻撃しなかったのですか。速やかな回答を願います。あるいは命令を求めます。ナギリ、7号はもうどうすればいいのか分かりません。何をしたらいいか分からなくて不安になるって気持ち分かるよ。でもナギリにだって本当にしたいと思うことがあるんじゃないかな。そのような思考を7号は持ち合わせていません。なら一緒に考えようよ、あなたがしたいと思うことを。それは命令でしょうか。ううん、もう誰もあなたに命令なんてしない。これからはナギリがナギリ自身に命令するんだよ。は、それはもはや命令の定義から外れているのでは。あくまで例えだよ、例え。
やはり不可解です。不可解ではありますが、ナギリが七号に命令する、そのように解釈すればナギリにも理解できるような気はします。ナギリ、おかしいでしょうか。ううん、そんなことない、きっとそれがいい。だってナギリはもう自由なんだから。それでナギリは7号に何を命じるの？まず優先すべきは、したいこととは何かを精査し、その上で情報の収集を行います。なぎりらしいけど難しく考えすぎだって。そういうことは一つじゃなくてもいいんだし、何だっていいんだから。何だってですか？うん、何だってだよ。でしたら、うん、何？今はセナのおにぎりが食べたいです。ところで、あの鉄器兵だけど、やっぱりもう動かせないのか？否定します。あ、そうなんだ。エーテルシリンダーを応用した代替動力に切り替えることで稼働自体は可能です。出力は従来の日時計に劣り、リミッターの解除機能もありませんが、戦闘に影響はありません。ナギリはまだ戦えます。そいつは頼もしいな。ならこれからも俺たちと一緒に戦ってくれるか？了解。鉄器兵7号機戦列に参加します。改めてよろしくね、ナギリ。これよりウロボロスの指揮下に入ります。同意します。広がったね。広がったね。少しお腹が空いてきた。ちゃんと集められたね。完成したみたい。
喜んでもらえたかな。完成したみたい。コロニー同士の関係が変わってきたね。いい感じかな。Thank you.
ちゃんと覚えたぜ。情報集まってきたね。ゆっくり休んで体力を回復させよう。みんな聞いてくれる？みんなの情報を整理しよっか。みんなの情報を整理しよっか。
話したいことがあって。みんなの情報を整理しよっか。みんな聞いてくれる？出発しよう。はっ、それ。広がったね。
友関係が広がったね。
関係が広がったね。美味しかったです。記録しておかないと。